年も秋になりまして、まあですね、残すところ3ヶ月、気がつけば10月です。今年の夏はいかがでしたか、皆さん。私はですね、また太ってしまいました。クレーターでしょう。クレーターの声さんとかなんですね、本当にね。まあまた R ライブ、4ヶ月ぶりですか、6ヶ月ぶりですか、帰ってまいりました。その間に、夢スタジオでライブをし、納涼祭でライブをし、とにかく力はつけてきたと思うんですけども、なんせ練習をしないこのバンドとか、ちょっと儲かるか。練習と皆さんしていますけども、特にベースは何もしてないという、それ酒ばっかり食らっている、大丈夫なんでしょうか、このバンド。まあ、メザオのお兄さんがちゃんとやってるから大丈夫だなってね。ところが、なんと今回、新しく待望のサックスボンが入りました。その方、ミスターターナー。はじめまして、あのサックスの豊田です。サックス歴、2年とちょっとです。まあ、初めてのステージなので一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。頑張ります。一言、頑張ってお世話になってます。今日も頑張ります。終わり。この短さ、この長さ、どうもすいません。あ、落ちてる。はい、あやちゃん今日も頑張ります。いいね、素晴らしい、前向きみんな。はい、頑張ってください。頑張ります。まだ7歳。あー、びっくりした。そんなアップで、そんなアップでいいですよ。頑張ります。もう手いっぱいいっぱい。今日練習、今日も練習。そう、音出てないですけど。はい、どうですか、一言。一言、うん、頑張ります。今日はちょっとアクシデントがあって、うん、自分が持ってきたピアノ あの電源のコードがペダルのこうやつを忘れちゃって、急遽楽器店から借りてきました。用意できたんで、はい、頑張ってください。またじゃあ練習どうぞ。ベテランでいいでしょうか。暗いけど今日の意気込みかなんか。終わり？終わりです。もうすっかりご機嫌です。例によっていいね。もうすっかり、あ、もういいです。もうどうぞ。あ、それじゃあ、ね、今日もよろしくお願いしました。あ、終わっちゃった。あれ、終わっちゃった。頑張ります。いや、今日はちょっと不安なんですけど、曲いっぱいありますんで、スーパーフライがうまくできるように頑張ります。頑張ってください。ありがとうございます。いただきたっけ、ほら、いなかったから、ね、こちら皆さん撮ったんですよ。撮ったんです。寂しくなっちゃう。お待たせいたしました、ウィンナーと。久しぶりに R に戻ってまいりまして、最後に R でやったのさ、3月だっけ、6月だっけ、ホームグラウンド、久しぶりの6月に、3月14日、3月14日 R にやりまして、その後しばらくライブハウスロードに出まして、僕ら普段のフレンドリーのお客様以外のところに腕を上げてまいりました。
今日はですね、成長したザ・ウォーキング・ヒューマン・ビングスをぜひぜひ見てもらいたいと思います。思いっきり相変わらずリハーサルの喉ガラガラなんですけど、今日も思いっきり、喉が枯れて全く潰れてしまうまで思いっきり声出しますので、どうぞどうぞよろしくお願いいたします。行くぜ。今日も12編成今までステージはここまでなんですが、人数が増えたんでステージはここまでになりました。12編成のバンドマークロなかなか大変じゃないですか。面白いです。よろしく。どうぞ。もうステージからはみ出しての演奏。食べたよ、もう。ん？食べたよ、もう。食べた。まだ食べた。え？まだ食べた。食べたの？食べたよ、もう。まあ、さっさと食べなくちゃだけ。ちゃんと聞いてくださいね。はい。
今潰れそうになった。ひどいな。カメラマンの目はダメなんだ。カメラマン商売どころやめて。あまりに激しいんだよ。あ、影が入ります。シラフに炊きたいね。ありがとうございます。何なんだよ。
今日も、R で、ライブをやめるのと8回目となるんですね、初めての方もいらっしゃるかと思うんですけど、やはりここに戻ってくると仲間の前でやらせてもらっているので、非常にフレンドリーな感じになりますけども、まず最初に斉藤和義君の、曲を演出に残して、そして10人のメドレーを演出します。今日1曲目の斉藤和義はやるはずじゃなかったんですけど、菅田さんの奥さんが来るっていうので、これはやらないといけないです。これは1曲目、ちょっと曲順としてはちょっと違和感あるかもしれません。2曲目 OK です。 OK です。そんなことでですね、これからまた一緒に行くことですけどもね、飲んだり食べたり、時には手を分かれたり、足を流したり、たまにはジャンプしたりしながら、思い思いに楽しんでいてください。自由な感じで、ね、楽しんでいただければと思います。そしたら一緒に進みましょう。Bye.
ったんですけど、もともと僕らの佐野元春のボディーバンドですね、受験さ始めたんですけど、アンナは今の佐野元春なんですね。実はですね、アンナはそこにいらっしゃる田中ひろみちゃんの旦那さんの田中のりさくんが実は今日ゲストとして登壇だったんですね、僕らいつも通りファーストステージ僕らがやって、セカンドステージゲスト、今日来てくれてるゲストの皆さんがやってもらって、サードステージまた僕らがやるんですけど、そのセカンドステージでアンナをやる予定だったんです。残念ながらのりちゃんはですね、和歌山国体に下手に行っちゃって、残念ながらのりちゃんアンナに頼むまで来ませんので、僕らが歌わさせていただきました。そんなことですね。で、次の曲に行きましょう。なかなか佐野元春の曲が出てこないんですけど、次の曲はですね、次の曲じゃなくて、次の曲、2曲続けて、こちらにいるギターのパナサンザカーニバルの曲、作詞作曲パナサンザカーニバル、編曲ザ・ダブル・エッジ・ビーフという感じでね、お届けいたしますので、ちょっと編成が変わりましょう。すっきり新人の前に出る感じ、出ない、とにかくここで歌うのはパナサンyou
カーニバルの作曲の前なんですけど、最初はね、フォーキーって曲だったんですけど、この曲にロックドローバーとやろうぜって、こんな感じになりました。そしてもう一曲、パラソンとカーニバルの、これの中がね、歌って、皆さんも楽しみかと思うんですけど、単なる乾杯って曲になります。乾杯気分が乗らない人はいいですよ。それでは行きます。ゆりちゃんぐらI'm not afraid to die.
が出せる。結局のファーストステージ、サノモトアルに出来上がります。俺のサノモトアルの秘密をだいぶ出てきてるなって Thank you.
たるような歌詞を作る。そのブルース・リー・ストリングスティーンの手法をそっくり真似して、その音で初期に生まれた物語を語るような歌詞を持ったロックンロールされています、そんな感じでファーストステージ、以上でございます。セカンドステージにすぐ行っちゃいますので、一旦これ休憩します。WHB お疲れ様です。
素晴らしいチリコドラマ、石川レイですね、どうですか今日の出来栄えは。今日の出来栄えはまあまあってことですね、ドラマ始めて2年、ね、2年素晴らしいですね。あと何曲かですね、石川レイ、ちびっ子ドラマにね、腕を披露してもらいましょう。この次は、小関これの小関小関が、小関が披露しますね。マイクを戻してください。これもあるじゃない、さっきちっちゃってシールド1本電子やっちゃいました。すいません、うるさい、本当にもう顔出がうるさい。どんどん入ってくる、本当にどんどん入ってくる、どんどん入ってくる、でかい顔が、どんどん入ってくる、どんどん入ってくる、どうしようね、俺じゃ来るよ、リッパーとフライザー来ましたね。そんなことでですね、セカンドステージ、次は小関の、小関に MC の方でございます。こんばんは、どうも、さっき案内ばっかりですけど、今日は歌うはずがなかったんで、レースの途中でちょっとひっくり返っちゃったみたいですいませんけど、今日 A 君と初めて何も打ち合わせなしでやるんですけど、今マッチさんが教えてますよね。いきなりレースパー君のハイウェイスターから昭和の会話で考えちゃった。それがすごい、レイ君が、はい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 、thank you.
ありがとうございます。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 ありがとうございまずここでですね、MF ファミリーバンド、MF ファミリーバンドがちょっと登場します。MF ファミリーバンドいないんですか？どこ行ってんの？いないですね。いる？MF ファミリーバンド出番になります。で、MF ファミリーバンドの次に、武者幸四郎、武者幸四郎の次に武者淳さん、通信バンド。じゃあ、ファミリーバンドよろしくお願いします。今日は武者アッチと一緒じゃなくて林正志君でやるので HF ファミリーバンドよろしくどうぞ。私たちは何
も知らないどこにいたの生きてきたの遠い空の下二つの物語だ手の糸はあなたよこの糸は私追い出すのはいつか誰かを温めうるかもしれない生きてゆくのかを迷った日の後のささくれ夢追いかけ走って転んだ日の後のささくれこんな糸は何になる心もとなくて震えてた風の中だ手の糸はあなたよこの糸は私織り出すのはいつか誰かの傷をかばうかもしれないメロディーチームキャラだ何だったんだよ、メロディーチームキャラだ。こんばんは、あんなにも好きだった君がいたこの街に今もまた大好きなあの歌は聞こえてI t s o m y a s a s h i k u t e s u k o s h i s a m i s h i k u t e a n o k o w a n a n i m o n a k u t e s o r e d a t e t a n o s h i k u y aI'm not a man.
Thank you.
ベースのあれもみんなさ、ベースのあれ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 、ベースのあ
ちょっとだけだけど、なんか1年後だったら、持ってる、俺は持ってる。それは始めます。そしてあっちのこの曲をどうぞ。
あの日本生命さんが、ね、身長、体重、日本生命のお二人いらっしゃるんですけど、どうもありがとうございます。日本スウェーデンさんの初めての可能性らしいんですけど、日本スウェーデンさんが披露してくれた、当然だよね、当然だよね、笑ったことないのに、スピーカーと、レッカー
寝たか。あ、よかったよかった。スナイクちゃんはホワイトスナイクは好きなんだよ。Thank you.
リトルダイナマイトだ。そして、今日はですね、金もしてるかなと思います。MC、そうだ、なんかし、MC、いとしい。
後はですね、サッカーズ広島の曲にも当たり前のと思う原さんのギターを歌ってから一歩しかちょっとしたんだけど、しかもね、私も3ヶ月しか違うのか、3ヶ月まで1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、9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 8、89、90、91、92、93、94、95、96、
い、じゃあ、ストーリー言ってくださいな。楽しかったです。いいけどね。そんなことでですね、いよいよ終盤に近づいてきました。僕はまた冒頭に戻りまして、サラボカルの曲を何曲続けてやって終わりにすると思います。やってきたぞ、やってきたぞ。お待ちかね、違うパートだな。最近喉なんですよ。そんなことですね。Thank you.
でした。Thank you.
なんですか。非常に演奏者がバラバラなのが物に分かってくる演奏でございます。なかなかね、大変な演奏でございます。そのことでですね、これ最後なんですけど、笹田ゴリアとお見せします。もう準備ができたら進みましょう。これもですね、佐野元の曲ではない、佐野元の大好きなグループの曲ですね。僕らの年代の人ならば、嫌いな人はいないと思います。ビートルズの大ファン。聴きます。4年半ぐらい、4年半のキレイであれだけ来てるのがすごいですね。2HH、原沢秀樹。
一生懸命弾き語りをしていてですね、自分の曲もよく頑張ってます。で、僕らもバナナさんの曲の2曲をね、バンドアレンジにしてやってます、ワンエラーとマイトーと歌から乾杯、バナナさんザカーニバル。そして、ちょっとむさ苦しい言葉を言ってください。プロフェッショナルのピアニスト、デイジーリコ。デイジーリコのデイジーっていう意味分かんない人いますね。デイジーっていう意味分かんない人、これ分かる人分かる人もいないし、分かんない人も、胸、デイジーっていう意味分かんない。胸あのデイジーっていうのはですね、あのひなぎく、僕初めて会った時にですね、なんてひなぎくのような可憐な子なんだろうと思ったので、デイジーリコって名前つけたんですけども、まあ、付き合ってるうちにストロングリコって言われて、デイジーリコ。一番枠、いつも最初の頃はその辺で騒いでた連中がみんなコーラスやってるってことなんです。その辺で騒いでた関谷慎二、ファンタジスト関谷慎二。すごい声というね、素晴らしい歌詞の歌唱を聞かせてくれてます。あの関谷のね、桜は誰の曲だっけ、ここからの桜は素晴らしかったですね。僕ら後ろでコーラスやってても気分良かったです。またいつか関谷に、ここからもお願いしたらと思います。そして真ん中、今日はですね、TA も頑張っちゃってくれました。どうだったんですかね、今日の僕らの声。僕らはなかなかね、あの、モニターって言って、自分の声が聞こえてこないとなかなかどんな風に演奏ですけど、わかんないですけど、なかなか向こうに僕も行ったりとかして聞きながらやってたんですけど、どう聞こえてたんでしょうかね、僕らの声。どうですか、大丈夫、本当に。ちゃんと後で厳しい話も教えてください。そうですね、ちょっと音の作り方がこうだったら、ぜひ教えてください。本当に本気でね、だんだん上手になってきてます。今日 PM やってくれました、 MC& にぎやかし、そして PA ひとし。そしてですね、もう3回目、4回目、結構あの、ここで一度やって、その後、ユネスタジオに行ったり、メトロポリタンに行ったりして、高橋の、同僚さんに呼ばれてメトロポリタンに行ったりして、こういう知り合いじゃない人の前でやったので、結構経験してきました。その時にはかなりね、メインとしてかなり、拍手喝采を見てましたね。リトルダイナマイト、あ、いや、スーパーボーカリスト、僕の年齢は52歳です。で、一番上の人は何言いますか、ちょっと秘密にしといて、まあ、52歳です。で、あやちゃんはなんと24歳。若いですね、非常に若いです。ね、24歳から60歳弱ぐらいまで幅広いことですね。まあ、そんな感じで申し上げてます。そして、今日皆さんに初お目見えですね。そんな長くないんですよね。もっと前に出ないと出れないんですよ。特にサナモトアルはピアノとサックスが非常に重要な、ピアノとサックスが思いっきりフィーチャーされてる曲が多いので、これからもバンスパン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 奥さんとね、奥さんのジョーさん、どうも、今日はありがとうございました。やったみんな見えなかったんですよ、やっと見えなかったんですよ、やっと見えた、奥さんたちに見えなかったんですよ、角度が悪いんですよ。それを聞いてました、聞いてました、化石がいたし、聞いてました、ずっと聞いてました。本当にね、とても真摯でですね、本当に優しい作曲の人ですね。本当に優しいので、ビートルズとか知ってますか、ジョージ・ライスさん。マイ・マイ・マイ・ザ・ジェントリー・ウィーズ、ジェントリー・ウィーズ、いや、アッキー・プロだ、アッキー・プロだ。そんな感じですね、12レースになって、騒がしく楽しくやっております。またですね、腕を上げて2回中、またどんどんライブをやっていきたいと思いますので、またぜひぜひよろしくお願いいたします。どうも、今日はどうもありがとうございました。Thank you.
そんなことでまたこれでご臨時です。またあの時間があったらご臨時ください。今日本当にありがとうございました。お気をつけて帰ってください。お付き合いできました。どうもどうもありがとうございました。今日やっぱり音がよく分からなかったですね。返しがないからね。どうなんですかね。ちゃんと俺たちの音、声が聞こえ、まず声が聞こえたのかどうかし、それはどうだったんですか。ボーカルがやっぱりね、あのみんな入ってきちゃうとメインのボーカルが薄くなっちゃう、音圧が来なくなっちゃう。まあそれはこれだけのね、まあ、仕方がないのかもしれないけど、うん、難しかった、はい、音がね、音がね、はい、なんとか頑張ってだんだん上手になっていきたいと思います。いいね、期待してます